バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信しています、シンガーソングライターのようこです。今夜のバニラスカイは、後ほど久々にうちのボスが登場してくれるはずなんですけれどもね、なんせ今ね、働き方改革私もしております。いや、しておりません。ただもったいぶって後でちょっとだけって感じなんでしょうね。まあお偉いさんなんでしょうがありませんね。ということで、ようこの味方で最後までイチャイチャお付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。なんかさ、最近さ、梅雨なのに晴れてる日が鹿児島の方多くありません？沖縄どうですか？結構ジメジメしてるけど雨降り切らないなみたいなことありません？なんかね、車に乗ると、あ、この曲聴きたいなって思って、まあ私のね感覚なんですけれどもね、ぜひこの曲皆さんにもこのちょっと変な天気の時にね聴いてスカッとしてほしいなと思います。では今夜の1曲目、陽子で Can't Stop My Heart。 いただきました曲は、陽子で Can't Stop My Heart でした。あっという間にですね、もう6月終わっちゃいますね。来週の放送で2022年上半期終わっちゃいますけれども、皆さん夏来ますよ。夏、何かこれしたいとかあります？コロナ禍のね影響で去年も一昨年も夏っぽいことできなかったなって、沖縄住んでるのになんで夏が味わえないのみたいなね方も多かったんじゃないでしょうかね。とはいえですね、鹿児島ももちろんそうですけれども、私はねちょっと東京に行きたいなって思ってたんですけれども、今年の夏も行けず、沖縄もねもちろん行きたかったけど行けず、ちょっともやもやするなと思っておりますがね。うちの娘、そう、皆さんに可愛がっていただいているシノンはですね、絶賛受験勉強に励んでおり、バニラスカイも出たいけどと言ってくれる優しさを持ちつつ、はい、母の相手なんてしてくれておりませんがねなんですが、夏はね彼女もねほら吹奏楽してますからね、コンクールが迫っておりますよ。で、合唱の方もねコンクールが迫っているんですけれども、この間さ合唱フェスティバルがあったんですけれども、鹿児島のね合唱をねされてる方々、もう子供たちから大人の方々までね、発表会みたいな感じなんですけれどもね、1500人入るホールで彼女たち15人で参加して、まあびっくりしました。15人とは思えない声量でね。そしてうちの娘、ソプラノパートなんですけれども、そう、ソプラノとフルートをしてるんですね。まあ声が出てた出てた、びっくりですよ。母だからね、こう結構厳しい感じでね見ると思うんですけれども、
今までで一番褒めたいようなね歌唱力でしたね。ドヤ顔ですよ彼女は。やった褒められたって。でもね本番終わった後私のところにねなんかビクビクしながら、え大丈夫だった、どうだったみたいな感じだったんですけれども、めちゃくちゃ久々に褒めてあげました。上から目線ですけどね。まあそんな彼女がね今度8月ちょっとカラオケ大会ね鹿児島の繁華街でありますんでね、一等のテレビを狙って出場しようかというね、そういうね計画もしておりますが、ぜひね皆さん夏今年結構花火とかね上がるイベントもね多いんじゃないですかね。ようこねもう2年ぶりに夏祭り呼んでいただいております。やっとね告知できるのでちょっと皆さんにね大きな声でお伝えしたいと思います。8月13日、世間はお盆初日に、ようこは鹿児島の南の方にあります坊の津というねロケーション最高のところで、お昼よりイベントはされておりますが、ようこ夜の花火が上がるね8時半から花火が上がりますが、その前7時45分から45分間のアコースティックライブ行いますね。出演させていただきます。もちろんギターは石、そしてもちろんピアノは北園真由美さんで、ようこが歌ってと3人でね、もう皆さんがね楽しく夏祭り過ごされてるところに音時間を発信しますので、ぜひ鹿児島県坊の津8月13日三崎祭りにお越しください。ちょっとねまあちょっとじゃないですね、このイベント結構集客毎年あるみたいでね、地元の方も楽しみにされているみたいです。以前は宇崎竜道さんとかね、西尾由紀さんとか、もうメジャーアーティストさんたちもねいらしてるイベントで、あそうそう、ようこもメジャーですからね、もうでかいでかい皆さんメジャー、うんそうそうそう、ようこはでかいですよ、東京ドーム目指してますからね。ということでね、ぜひ8月13日、まだチケット間に合いますんで、沖縄より全国から鹿児島に遊びにいらしていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。私の曲でね、夏曲、そして花火が上がる時にね流していただけたら、あぴったりだなっていうナンバーを次はお届けしたいと思います。ようこでラブ。お聴きいただきました曲はようこでラブでした。ラブって曲をねいつもね、次の曲ラブだよっていう時絶対ラブってこう、あ今ひっくり返らなかった、ライブだといつも声がひっくり返ってねかっこ悪って思うんですけれども、まあそのくらい気合い入れて歌ってる曲なんでね、そうそう、まあその季節だなと思って、まあ、最近ねちょっとね35歳という年齢をとても感じるんです。ちょっとねって言ったけど本当に感じる、もう愛知エイジングを始めてやろうと思っております。
なんかね、いい情報あったら皆さん教えてください。本当ね、クマとか取れないしね。もう、あ、どんな顔を陽子がしてるか気になるでしょ。ぜひね、陽子のオフィシャル YouTube YOKO 陽子鹿児島って検索いただきますとすぐヒットしますんでね。そしてね、昨日びっくりしたんですけれども、何気なくね、ヤフーニュースを見ていましたらよ、今陽子クラウドファンディングに挑戦しています。初のカバーアルバムスターズをリリースするためなんですけれどもね、キャンプファイヤーっていうね、あのクラウドファンディングのサイトを使っておりまして、そしたらね、そのヤフーニュースにね、陽子がね上がってきたんですよ。キャンプファイヤーの広告にもういっぱい、いろんな企業さんとかね、もう個人の方とかも、興奮しすぎ、キャンプファイヤーをね使っていらっしゃるのに陽子のね記事が上がっておりまして、娘もね、え、こっちのパソコンで検索したら当たるかなとか言って、このパソコンだけなんじゃないとか言ったら出てきました。あとね、Facebook、皆さんされてます？ Facebook の広告にもね上がってくるんですよ。他のね女性とかはね、あの私みたいに音楽家の方がキャンプファイヤーでその活動資金集めてますって記事と、なんかタヌキのなんとかというやつもあったし、あと写真集出したいっていう可愛いお姉ちゃんたちもねいましたけれども、陽子がね一番最初に出てくるわけよ。まあ嬉しいことですね、ほんとほんと。なのでね、ぜひあのキャンプファイヤーの方もチェックしていただけたらと思います。残すところ1ヶ月と1週間となっておりますからね。そう、7月31日までですから、ご支援いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。では3曲目お届けしたいと思うんですけれども、今度のね花火大会の時にもちょっと大人な世界を作れるんじゃないかなと思っております。陽子でピーセスオブハート。朝焼けを映したあなたと肌寄せ合い、言い訳を探し空を見上げた。あなたと歩む日々はどんなに素敵だろう、そう思うたびに目をそらす。色のない朝を繰り返し見つけたものは、無邪気な笑顔と変えられぬ思い、すべてを壊して初めて風が誘うから、もう少しだけ言い聞かせて委ねてみるの。別れも出会いもあなたへと続く一つの奇跡になるはずだから、体温に包まれるたび失ってく。綺麗な言葉を並べて過ごしていても戻れないの。あなたのいない日々知ってても、
は今の曲でね、めちゃくちゃかっこいいギターソロをねかましてやったぞというね、うちのボスをお呼びしたいと思います。石、こんばんは。はい、こんばんは皆さん。こんばんは。はい、石さん、8月久々のアコライブですね。はい、そうですね、楽しみですよ。実はですね、バニラスカイミュージック、陽子が代表を務めますね、音楽屋さんなんですけれども、まあこの VSM の代表鬼でしてね、アコースティックのお仕事が決まるときにね、石井さんに じらしましたよね。うん、石井さん、もしかしたらですね、予算的にピアノと歌だけかもしれません、ギターないかもですとか言ってねまあいいんですけどねまあね、こんな私たちでございますけれどもね、カバーアルバムの制作にねぼちぼち入らないといけないですね。はい、まだあれですね、曲を確定させないと ね、うん、結構厳しいもんなんですか。まあ、制作する段階でさ、こうアレンジ変えないといけないとか、変えずにいなきゃとか、なんかまあいろんな作戦があるなと思って、私いざ取り掛かろうと思うとこう未知だなと思うんですけど、まあ、そこら辺どうなんですかね。まあ、実際のところですね、はい、まあ、どういうアレンジにするか、多分ね、昔のヒット曲って、アレンジを変えるよりもそのままやっちゃった方が絶対いいとは思うんですよ。確かに。だからほとんどの場合はそうなるかもしれないし、はい、ガラッと変えるとしたら本当に、えっていうぐらい変えないとダメだと思うし、なるほどですね。まあ、個人的にはもうそのままやっちゃった方がいいなと。確かに思います。まあさ、あの石井さんはじめさ、まあ、当たり前なんでしょうけど、そのなんていうのかな、本物を超えるような演奏者の方ばっかりだから、私はちょっと楽しみです。まあ、正直言って本物を超えるってことはありえないんですが。いやいや、もうだって石井さんのギター最高ですよ。いや、まあそれは分かってます無駄かせつじゃなくて、あの時代のね昔の時代に、昔って言ったらちょっと語弊がありますが、やっぱ音色とかも違うし、はい、そうですね、うん、まあ、それに近い音にするわけではないですが、まあ、今自分がね、そのプレイヤーの人たちが持ってるサウンドで、そのままの演奏を、ね、ある程度はした方がいいかなと。そうですね、うん、まあね、私が伝えたいのはやっぱりさ、ヒット曲ってキャッチーなところいっぱいありますよ。アレンジとかも、あ、これがいいんだよね、ここのところ好きだなって、細かく好きなところってありますよ。そこをやっぱり絶対こう自分色で演奏されつつ、だけど元々のものもちゃんと踏まえつつ、まあ私のこの感覚分かってもらえないでしょうね、石井さんにはね。分かりますよ、多分、そんな意識しなくて全く同じことをしても、その人なりになるので、そうですね、ね、弾く人たちの、だからそれはそれで楽しみの一つだと思いますね。確かに、陽子の YouTube で川本誠さんの2分の1っていう楽曲を演奏、石井さんが、アコギじゃなくてガットギターですねで演奏してくださったのがあるんですけれども、私ね、ルローニケンシンっていうアニメーションもリアル世代で聴いてたので、そうするとですね、あの最初のフレーズもう本物よりもかっこよすぎてびっくりしました。で、一つ下の弟に聞かせて、ねえこれさ、やばいよねって、本物よりすごくないみたいな。まあ、ごめんなさい、ちょっとでもそれはね、まあ、興奮するくらいのことだったんですよ、私的に。まあ、そのぐらい、そうそう、なんかいい感じだったんですね。そうなんです、そうなんです。ありがたいことです。なのでですね、はい、あの応援してくださる皆さんは、陽子だけでなく陽子バンドの皆さんのサウンドも大好きなので、それぞれにね、あ、この曲このアレンジなんだ、このままなんだ、だけどやっぱり陽子バンドの皆さん違うなみたいなね、そんな感じをね、私は、期待してるんですけれども、ただですね、制作費が集まらないとそこまでいかないわけですよそうそうそう、まあ、ちょっと営業頑張りましょう。頑張りましょう。頑張ります、私、はい。多分相当いいものができると思うので。そうです ね、で、私ね、毎年1枚ね、そのカバー曲のアルバムリリースしていきたいなっていうね、そういう目標を掲げてね、ひとまず1作目と思ってますから、だから来年はスターズ2、ね、再来年はスターズ3みたいな感じでね、発信できたらね、そうそう、出れるとね、すごく楽しみです。そうですね、そうなんです。まあ、越えなきゃいけない壁はたくさんありますが、そうですね、ね、まあ、頑張っていいのを作りましょう。はい、よろしくお願いいたします。
バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。いやーね、最近一人で寂しかったので、石井さんありがとうございますね。ありがとうございました。ありがとうございます。よく、はい、7月はセンテラス鹿児島ってね、新しい商業施設ができております。そちらでねライブができるかもしれないというね、そういう予定もありますし、まあね、12月年末今年も鹿児島クリスマスマーケットで盛り上がる予定ですからね、そこまでいかに多くの音時間発信できるかなと。まあ、鹿児島はね、今石井さんはね、高校生の軽音楽も盛んですからね、私はね、まあ、一つの野望としまして、自分が学生の時に学びたかった、やりたかったっていう環境が、まあね、音楽の中でもバンドだったんですよ。それがね、時代的にもう吹奏楽とか合唱しかなかったので、今鹿児島でも軽音楽があるんですね。もうそれはね、私の中では求めてた青春なので、その軽音楽で頑張ってるね子供たちと音時間過ごせるように、どうやったらね一緒に過ごせるかなっていうところで今もがいて今頑張ってますのでね、ぜひその際は石井さんはじめね、いろんなミュージシャンの方々と鹿児島の音楽盛り上げてくれる子供たちと一緒にね盛り上がっていきたいなと思ってますね。そちらの方もね、バニラスカイでいろいろね、まあ、具体的に言うと、ね、クリニックしたりとか。そうですね、そうなのよ。まあ、歌の先生で関わることができたらさ、例えばこんなイベントするから、じゃあこの子たちと一緒に出演してよって言ってね、なんか一緒にできないかなとかね思ってますし、10月はね、イシージャムナイトですね。はい、10月1日。お、言っちゃっていいんですか？いいです。あ、10月1日土曜日です。そうです、今年もね、イシージャムナイト、なんとキャパルボホールで、キャパルボのキャパはね、あの400名入りますからね、だけどまあコロナ禍の影響はちょっとあるでしょうね、今年もね、まあ、イシーさんのね、ジャムナイト、イシーの夜ですからね、いろんなことしたいですね。まあ、基本的に歌物が好きなので、はいはい、歌物ですけども、でもやりたいですね。さあ、イシーさん、あの1曲今回はイシーの、なんかやりましょう、インストをやろうかなと思って、一番最初に作ってくださいよ。作ります。やった。あのこの間はアコギのでしたよ。あの曲好きだからあれやりてえよ。でもあの曲今めっちゃちっちゃい声で、あの曲好きだからやりてえわとね、なんですけど、エレキの石井の曲も聴きたい。エレキでやる、おお、アレンジ変えればかっこよくなるかな。そろそろタイトル決めましょうよ、その新曲。去年ね、2月に石井さん鹿児島でね、まゆみさんと2人でアコースティックバージョンでね、その新曲演奏されてたので、あ、そうだ、そのライブ音源とかもね、11月ぐらい、10月か、流せたらいいですね。ね、じゃあバニラスカイで石井の新曲とかもじゃんじゃん流せたらなと思いますんで、はい、皆さんそちらもお楽しみに。では皆さん、来週も石井が来てくれるといいんですけれども、まあそれは期待しつつ、1週間めちゃくちゃハッピーでお過ごしくださいね。いいですか、石井さんもですよ。はい、はい、では今日もありがとうございました。ありがとうございました。では皆さん一緒に、せーの、バイバイハッピー。